い、始まりました。本日なんですけど、今日はね、お友達がルームツアーの動画を撮ってくれたので、そちらの動画に突っ込むところがあればツッコミを入れていくツッコミミニマリスト、はい、こちらです。まあね、そんなに突っ込むところもないかもしれませんが、やっていきます。どうやらとっても綺麗な家らしいので楽しみです。それでは早速始めていきます。レッツツッコミツッコミガーガーガー、どうぞどうぞ。さあ、今日はこんな可愛い素敵なお家にやってきました。はい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 、自分で言っちゃったよ。私のお家を紹介したいと思います。はい、よろしく。あら、こんなところに木が生えてます ね、 生えてるね。でもめっちゃ枯れてない？元気なくない？一切お手入れしないので枯れてます。でしょうね、枯れすぎでしょ。植物が生えていますね。え、なんかぐだついたよ。いや、家の顔だからどうにか頑張って綺麗にして。ポストも赤くて可愛いんです。あ、可愛い可愛い、まあ可愛い。うん、はい、何にも来てません。残念でした、来てなくて。木にも木があります、ね、また木調子悪くない？これ絶対調子悪くない？ちょっと家でね、育ててた木が枯れてしまって、うんうん、周りにもいろいろあるよ。ここに置きました。置いちゃったね。とかじゃないから、枯れちゃってるから。とかじゃないから。なんかスプレー缶あるよ、スプレー缶。なんでこんなところに。なんで置いてあるの？虫の。え、本人もわかんない感じ。やめよう。いや、全然放置しすぎでしょこれ。怖いな、うん、はいとかじゃないか、はいで収めないで。何これ、マット？え、なんかおかしくない？ようこそとかじゃなくて、玄関マットが邪悪なオーラ、うわ、マットがウェルカムホーム。私選んでへん、これはへん。だってもともとこういうデザイン費。いや、色褪せすぎでしょ。どんだけ色褪せてんの？日焼けしちゃったの、足で踏んだ。これ右下の枠みたいのが一緒だから、これ一緒だよね。すっごいスルーしようと思ってたけど、これは見逃せないでしょ。当たり前になりすぎでしょ。これ手放した方がいいでしょ。2年前の動画振り返ってたらこの状態のがあったよ。事故物件じゃないんだから、これはさすがに手放して買えよう、買い替えよう。私帰る、私帰るよ。こんなになってるとは思わなかったんだよ、私たちは。アダムスファミリー、ホンテッドマンション。私、買い替えるね。あんた誰？友達の家だっつってんじゃん、出してんじゃん。さすがにこれは買い替えた方がいいと思うよ、さすがに。これいいの見つかるまでさ、もう外しちゃおう。とりあえずね、外しとこう。これは別になくても大丈夫だから。本当はようこそとかじゃなくて、こだわりポイント。あ、もう開いちゃいました。こだわりポイント開いちゃいました。近づくだけで鍵が開きます。ああ、そういう鍵マウントね。開け方が荒い。またまた、また色あせてないね、これはね。大きい収納。はい、閉じます。また鍵マウントですか？ここが玄関です。でしょうね。割と玄関はこだわりました。こだわったんだ。広くしたいので、普通はあるこういうところに靴箱。あ、靴箱ないのね。靴箱置いてないです。あ、やめたんだね。こんなすっきりしてます。すっきりして広くね。靴もね、これしか出てないです。これしか出てない。シューズクロークを作って。シューズクローク、そこが靴箱なんじゃないの？でもそりゃ靴箱別でいらないでしょ。やばいでしょ、そうしたら。いろいろ置いてあるな、いろいろ。おい、ゴロ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 してんな、おい。てか、ここに下にマットない？外の音変えな、これ。お掃除道具。お掃除道具、お掃除道具とかじゃないの？いろいろ置いてあるもの。いろいろ置いてあるもの。隠れてないところ、玄関だから見えちゃうよ、これ。100均のシート引いて。100均好きね、ほんと。100均大好き。高いところにヘルメをドン。防災用なのに取りにくいゾン。防災用なのに取りにくくして。石頭、岩頭、ダイヤモンド頭か。高いだけじゃなく前にも物が。やっぱりあんたはダイヤモンド頭か。適材適所知るべきですよ。これじゃないのと同じですから、Here。何もね、あなたの家族を悪く言おうと思ってるわけじゃないの。ヘルメットがね、とんでもないところにあるから気をつけた方がいいよってことを言いたいの。前に物がね、詰まっちゃってヘルメットが取れないっていうのはね、それはね、地震の後の話なの。地震で崩れてきてそうなっちゃったっていう場合なの。あ、何これ、訓練してんの？今訓練中。訓練訓練、今から防災訓練です、そういう話？それだったらごめん、僕が謝る。皆さんも適材適所、いろいろなものに対して適材適所を心がけていきましょう。今心がけてて結構ギリギリだったね。これは子供と旦那さん用の靴箱です。うん、ああ、そんなに多くないんだね。ここから履いてるのは見たことないです。縛ってあるのはやっぱ履かないんだ。私の靴箱。ああ、私のよね。サンダルからスニーカー。でも少ない。ああ、もう冬も、夏も、春も、秋も全部ここで、全部置いてあります。あ、当たり前だよね、結構。なんか服こんだけしかありません、季節全部でこれだけですってみたいに言ってるけどさ、靴の場合当たり前じゃね。あ、ごめん、話聞いてなかった。ごめん、何これ。
笑っちゃった、ね、先に笑っちゃった。頬はこんなに可愛く芝生が置いてあります。 こんなにってちょっとやめた方がいいかも。人それぞれの価値観あるから。あれ何、なんで自分だけそうやってやるの、よくないと思うよ。何この上のパンいる、これこのシーンいる。なんか玄関にいるとさっきからさ鍵が閉まったり開いたり閉まったり開いたりしてない、こんな感じで中入っていきます。やっとやっといけるよ。フローリングなのでスリッパを履きます、うん、履くのね。今ちょっとまだ寒いんでモコモコのスリッパを履こうと思ったら裏に、何じゃそりゃ、怖い怖い怖い。っていうかまず汚いし、娘の貼っただろう、うん、シールがある貼る場所の癖。今ラプンツェル、ラプンツェルじゃない、セルセル、ボロボロだな。手放した方がいいんじゃない、べっちゃんこはいいんじゃない、まあ、これはもうこの冬そういうもんだから、かき古し、かき古し、これを履いていきます。これは、はい、報告ありがとう、報告ありがとう、じゃん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 、はい、じゃあここ、そういうこと言う、玄関前の、うん、近い近いな、見えない、中野が見えない、近い、じゃーん出ました。看護バッグ、看護バッグ、看護バッグ、看護バッグとかレジャーシート、どうやって乗せたんでしょうね。ここ大好きなピクニックをする場所の大好きなピクニック映えアイテムです。映えアイテム、ここはお洋服、はい、お洋服こんなところに置いてます。上着ね、帰ってきてすぐここに置く予定で作りましたが、うん、ただの物置化してます。どういうことや、なんか可愛いハンガーあるね。なんだこれ、これどこで買ったの、すごい、教えて教えて、あ、作った、もしかして作ったのかな、このハンガー。まあいいんだけどね、可愛いね。まあ、もうちょっと減らせたらいいよね。こう取りにくそうだしね、洋服の下に、うん、お掃除道具いっぱいあります。あ、いろいろあるね。なんだろう、アイロンもあるな、アイロン使ってないのかな、いろいろあるじゃん、いいじゃん、まあまとまってんじゃない。かわいい掃除機、ピンク色にしました。あ、好きなの、ラブリー好き、けどほとんどこの掃除機が活躍することはないです。え、なんでなんで、このまさか後ろの方法機、このオールドスタイルで掃除してる、うん、もう一個の、もう一個あの近すぎて何も見えないのよ。なんだここ、いやバッグ山積みすぎでしょ。うわ、なんで上に置くかな、もうどっちかにすればいいのに。何が入ってるかわかんないです。自分でも把握してないの、これバッグ泥棒疑われるぐらいの量あるけど、一番上しか使わないよね。使わないよねとかじゃなくても取れないよね、どうすんの、これは手放す、片っぽの箱変形してない、バッグのせいじゃないとはいえど何があったの過去に。下もすごいよ、おいおい、ここ全然映さないけど、映さないけど、封印する気、封印する気、封印、近い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 、玄関入っていきなり封印収納、なんか鍵不便じゃない、開いたり閉まったりしてさ。ここからはお家の中に入ります。やっと入ってたけどね、シャッ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 、長いね奥、なんかいろいろ欠けてあるね。広い奥行きがあります。奥行きある、ぐるるるるるるぐるぐる、お腹痛くなっちゃったんけ、ぐるぐる回ります、ぐるぐる回り、なんかイントネーションおかしくなって、ぐるぐる回ります。滑り台がいい感じや、直でクッションいい感じや、これなら安心、それ斬新や、だけど最初は上りですけど、ヒア、いやヒアとかじゃないから、上りだったら無理だから、でも最初の上り台の部分をクリアすれば、その後は人をダメにするクッション、その後はこたつが待っているぞ。私はそれを考えてこの滑り台をこうやって設置したので、そんな子供やだ、そもそもそんな声じゃないと思う、多分金持ちの象徴の、うわ言っちゃった、笑って、くるくる回ります、くる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 、これ好きだね、どうしてもつけたくてしました、どうしてもついてる人いるよね、針、針、ね、針も出して、これくるくるさせたらさ、ホコリ溜まってたらさ、すごい飛んじゃうよね、ホコリが、うわうわ、いろいろ持ってるね、置いてるね、こんな感じでキッチン周りをぐるぐる回れるようにしてます、こうやって通れるのね、ぐるぐる回れるのね、いいじゃん、アイランドキッチンするの、これが一周回るだけで疲れちゃった、疲れちゃった、なんで広いお家なの、自分で言っちゃったよ、こんな感じで今日はちょっとお掃除してないバージョンです。お掃除してないバージョン、本当、はい、それが通常バージョンでしょ、基本ここ一応、じゃあトイレも開いとこうかな、トイレ開く、さっきグルルルって言ってたもんね、グルルルガリリリ、それは犬か、ブルドッグ、ガリリリ、はい、ちょっと滑ったな今、もう本当トイレだけにちょっと水に流してくださいって、おうまいこと言ったね、おい、次の部屋行こう、ちょっと調子出てきたから、もうほほほほ